ジェールブレイクは、ユーザー権限に制限を設けているコンピュータに対して、セキュリティホールをついて、その制限を取り除き、開発者が意図しない方法でソフトウェアを動作、できるようにすること。また、その状態のこと。日本では脱獄と呼ばれることが多い。この後は、一般的には、Apple の iOS を搭載したデバイスに対して、 アップルの認可を受けていないソフトウェアや iOS を改変するツールを動作可能にすることを指す。その他、家庭用ゲーム機の PlayStation 3においても、専用の USB ドングルを指して、ソフトのバックアップや起動、自作ソフトの起動を等を可能にするソフトを呼び、USB ドングルそのものの名称として使われている。iPhone、iPad、または、 iPod Touch にインストールできるソフトウェアは Apple が認可したアプリケーションを販売している窓口で入手したソフトウェアのみである。JL ブレイクツールは非認可のソフトウェアをインストール可能にし、またソフトウェアのインストーラを追加するように端末の OS を書き換える。この行為は Apple のソフトウェアライセンスよびソフトウェア 使用許諾契約に違反する改造行為であり、使用義務違反となる。また、端末自体の故障や自由にアプリケーションを追加できる、ゆえにコンピュータウイルスなどのマルウェアの標的にされ、感染の拡大を大幅に増やす、危険性がある。最近では、脱獄状態を検知し自動で、ブロックするなどのアプリ内部への改造対策を取る、アプリが増えてきている。また、 その検知を回避する脱獄とウィークも増えてきている。アップルのサポートを受ける際は、不正改造を通知する必要がある。シムロック版の iPhone は購入後、販売している地域で iPhone 専用の料金プランを契約しなければ、シムカードなしでも緊急電話としてしか機能しない。このロックを解除する行為が、アンロックである。アップルはジェールブレイクについて、 これまでコメントを避けていたが2009年2月にジェールブレイクが著作権で保護されているファームウェアを無効にする行為はアップルの著作権やデジタルミレニアム著作権法に違反するというコメントをアメリカ著作権局に提出したアップルはこの現状に対して対策を行おうとアップデートを繰り返すがあるセキュリティーホールを塞いでも 新たなセキュリティーホールが発見されてしまうので、いたちごっこ状態になっている。また、アップルはユーザー向けに、ジェールブレイク行為のリスクを告げるページを公開している。アメリカの非営利組織である、電子フロンティア財団が、ジェールブレイク行為をデジタルミレニアム著作権法から免除する要請を、アメリカ著作権局に2008年12月申請し、2010年7月に、 ユーザーが合法的に入手したアプリケーションなどを実行するためにジェールブレイクする行為や携帯電話を他の携帯キャリアに接続させるためのジェールブレイクなどは合法との判断を下している。また、アップルがアメリカ合衆国特許商標庁に提出した iPhone 関連の特許出願図の中にジェールブレイク後に利用できる iPhone アプリの名称が掲載されており、 物議を醸した。2015年10月に改定を行いジェールブレイク、免除範囲を個人が携帯、または着用することを目的とした、スマートフォン、タブレット、その他の多目的モバイルコンピューティングデバイスに広げた。脱獄すること自体は合法だが、脱獄端末の販売は、アップルの商標権の侵害行為となる。ジェールブレイクを行うツールは、大きく4種類ある。 iOS 9以前の主要なツールの多くは、紐なし脱獄だったが、iOS 10以降の主要なツールの多くは、半紐なし脱獄である。iPhone、iPad、iPod Touch を接続した、m a c i n t o s h または Windows 上、もしくは iOS 上で JL ブレイクを行うことのできるツールがいくつか発表されている。わずかワンクリックで JL ブレイクできるよう工夫された。 ものも存在する。また、ジェールブレイク後に非純正アプリを内蔵無線 LAN 経由でインストールする iPhone、iPad、iPod タッチ向けツールも存在する。ここでは、現在主流なツールのみを取り上げておく。 2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、iOS11 の脱獄ツールエレクトラを開発した、エレクトラチームによる、シリアに代わるインストーラー。シリアと、 UI が大きく異なり、iOS11 以降のアップスドールを意識したデザインとなっている。開発者側の更新がより簡単になる。また、サイリオでは2015年4月2日以前の脱獄アプリは非表示になる。しかし、2015年4月2日以前のもので使えるものがあれば手動で追加される。サイリオはマルチコアに対応し、 iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X 等コア数が多いデバイスは、他のデバイスに比べ大幅に高速で動作するという。また、蒸気以外のデバイスでもシディアに比べ高速で動作が期待される。サイリオは、ラテン語で再起動を意味する。蒸気のサイリオとは異なり、メインインストーラーを置き換えることを目標とはせず、シディア、サイリオとの共存が可能。 シンプルな UI、軽快な動作が特徴。シディアの上位互換とも言われている。だが、シディアやサイリオと比べると、少しバグが多い。iPhone OS X を脱獄するツールアップタップの、オリジナル開発者等によるインストーラー。PS3 ジェールブレイクの USB ドングル PS。ジェールブレイクとは、プレイステーション3を。 脱獄し、ホーンブルを起動させることのできる USB ドングルと、そのソフトの名称である。2010年8月に、オーストラリアからバックアップ起動を可能にすると歌う、USB ドングルの動作映像が公開され、販売も開始されたことで、PS3 でのバックアップ起動や自作ソフトの起動が可能となった。当初、PS j l ブレイクは公式の修理などで使用される。 サービスモード起動用の USB ドングルがどこかで流出したものを複製したものだと考えられており、非合法性を疑われていたが、後に独自に発見したセキュリティホールを使用してサービスモード起動用ドングルをエミュレートするという構造であることが判明した。これを受けてソニーは翌月となる9月にシステムソフトウェアの脆弱性の解決という名目で、 システムソフトウェアの更新版を提供し、これを受けて PS ジャリブレイクをはじめとした同類のツールは動作しなくなったという意見が寄せられた。2011年1月にはシステムソフトウェアの脆弱性及びセキュリティの初歩的な実装ミスを利用したカスタムファームウェアのインストール動画が公開され、特別なドングルなどを必要としない JL ブレイクソフトウェアがリリースされた。 https コロンスラッシュスラッシュ www。a。polomaniacs l。com。スラッシュ ipod。スラッシュ。ho。wto。jl a i。b r e a k html。開発環境による方法で、開発中のソフトウェアのインストールが可能。jl。ブレイクされた。iphone のウイルス感染に関する注意喚起。慶應義塾ミタ ITC ハットリーガル修理規約アップル。 アップルサポート。h t t p s w w w a p p l e c o m j p ス e g a l s a l e s s u p o r t t シ r m s r e p a i r g n e r a l s e r v i c e e s e r v i c e e t e r m s j v 2 0 2 1年11月17日閲覧。ジェールブレイクは、 ジミ会反アップルが初めて法的見解をコメント。マイナビニュース。https://news.minavi.jp/.article/.2009-0216-a005/.iOS の不正改造は、セキュリティの脆弱化、不安定化、バッテリー駆動時間の低下などの問題を引き起こす、恐れがある。アップルサポート。 https://support.apple.com/.ja-jp/.ht2019542018 <ッ>年1月13日閲覧。携帯電話のアンロックやジェールブレイクを、地味か免除に e f が請願マイナビニュース。 h t t p s n e w s m y n a v i j p a r t i c l e 2 0 0 8 1 2 0 4 a 0 0 8スラッシュ。米国著作権局が韓国 iPhone のジェールブレイクはユーザーのためにならない。ただし連邦著作権法に抵触しないとの見解もコンピュータワールド日本語版 http://www.computerworld.jp:/topics:/apple:/187709.html2010 年7月27日閲覧。アップル、i p h o n e 生態認証特許を、出願、なぜか脱獄アプリ名も。i n g a d e t j a p a n e s e h t t p i n g a d e t c o m 2009-03-30iPhone Biometrics Patent Application, US Government r e n e w s Jailbreak Exemption, as the iPad and other devices.https www.idownloadblog.com2015-10-27Now OK 2 Jailbreak iPad 脱獄 iPhone 販売容疑19歳少年逮捕購入者 チートが、目的毎日新聞2020年3月3日、PC 以外のデバイス Nintendo Switch、PS4、Android、Wi-Fi ルーターで、チェクライチ n を実行できるらしい。ズンディハック、2020年7月1日閲覧 Can break? Home.。CAN, IJL ブレイク、ホーム。CAN, IJAILBREAK.com。J I L B R e A、com. 2018年8月2日閲覧。 iOS 9.3 X 脱獄サファリを使って脱獄環境に戻れるサイトが登場。期限問題も解決。ツールズ4ハック、https。ツールズ4ハック、サンタロブ、ミー、ハウト iOS 93X ジェールブレイク、リジェールブレイクルカヤブム、html2021 年4月15日、閲覧。 iOS 13.0から13.5脱獄、キメラ13改め、オデッセイが近々リリースへ、サイリオリーベフッカーなどが特徴に、ツールズ4ハック、2020年7月1日閲覧。キメラの後継脱獄ツール、オデッセイは、サイリオ以外にも、シリアやゼブラ、インストーラが使用可能に、ツールズ4ハック、2020年7月8日閲覧。 外国カー、ゲームスポットジャパン編集部。ソニー、PS3 のシステムソフトウェア最新版3.42を公開。アサヒインタラクティブ。2010年9月30日閲覧。セカニ、ユ、ゴーで、PS3 ハッキングツール販売禁止に、ウェブには、モバイル版も。イティメディア。2010年9月30日閲覧。動画。 PS3 にカスタムファームウェア作成ツール。自作アプリを起動を可能。インガジェット日本版。2011年1月10日閲覧。ハッカージオハット。PS3 のソフトウェアジェールブレイクを公開。署名ツールも提供。インガジェット日本版。2011年1月10日閲覧。ありがとうございます。